ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がフェラーリ458スパイダー2012年式1万7000キロこちらの車両になります。ついにやってまいりました。はい、もう回転が早すぎて、回転とかその足が早すぎて、もう在庫してる期間が短い。458入ったから動画撮影してねって言ってスケジュール組んだら売れちゃってるんだよね。そうなんですよ、はい、なかなか撮る機会がなかったという、はい、特に最近ちょっとこの人気がこう、うん、すごいじゃないですか。加熱がすごい。そうなんですよね、はい、ちょっと今回本当にたまたまタイミングがあったんで詳しくちょっとお伝えしたいと思います。はい、で今回ご紹介するのは、はい、ヨーロッパ並行ということ で、はい、基本的に並行車とかっていうのはうちの場合あんまり取り扱わせていただく機会がない、少ないですね、ですよね。うん、はい、まあ、コンプリートカーだったりとかっていうのはちょっと覗くと思うんですけれども、うん、これは今回どうしてこんな感じですか。まあ、今回うちに入庫は下取りで入ってるんですが、マイオーナー様の詳細が分かるのと、今まで過去にディーラーで整備点検を受けている車、あ、なるほど、はい、で履歴がはっきりしているっていうのと中古並行ではないっていうことで新品、新車並行ということで、はい、在庫にしようと、はいはい、まあ、安心してご案内できる車両と。そうですね。で、まあ、年式に関しては車体番号でディーラー様に確認したところ、年式と相違ないということなので初動登録と。なるほど、はい、まあ、新車並行と言って大丈夫だなっていう、はい、内容です。でその後ちょっと僕がちょうど聞こうとしてた、はい、並行車っていうところ の、 このデメリット、うんうん、はい、ディーラー入庫なんかもじゃあ大丈夫ってことですか。大丈夫ですね、はい、あとなんかこう並行だとちょっとここ正規と違うんだよなとかっていうのはあるんですか。そうですね、一番の大きな違いはナビ。ああ、やっぱりナビ問題は。そうですね、ナビが。なるほど、うん、あります。あとは特にじゃあ本当に使っていく上で、はい、そうですね、なんか並行だから困っちゃうってかっていうのははもうないですね。なるほど。特にこういう現車、このお車に関してはもう何回か車検を取得しているお車じゃないですか、継続して。なので今現状は切れた状態になってるんですけども、過去にやっぱり車検を受けてるってことは日本にもちゃんとこう法令に、はい、適合しているというお車なので。なるほど、はい、問題はない。繰り返しになりますけど安心してご案内できる、はいはい、車両なん で、 で、ね、ちょっと今回僕車両のそのあなってますこうなってますっていう話をちょっとこうしようかなと思ったんですけど、無理です。なんでいや、もうフェラーリってすごくファンが多い車なんで、はい、こう詳しい人めちゃくちゃ詳しいじゃないですか。僕らより全然詳しいもんね。そうなんです、はい、なんで僕ら、まあ、土方さんは詳しいですけど僕特に、いえいえ、うん、そんなに詳しくないんで、はい、こう一夜漬けのこう知識でこう喋るよりかは、うん、もう純粋にもうせっかくの答えですから、うん、もう状態を、はい、程度この答えのね、はいはい、そのご紹介にちょっと今回徹しようかなという、はいはい、あとは今回乗って大丈夫ですか。ん、乗って大丈夫ですか、うん、乗って大丈夫であれば僕のもう初心に帰ってリアクション動画に乗りたいでしょ。はい、乗りたいです、はい、それ皆さんに伝えたいし、ね、いや、もう今回予習でもうちょっとテンション上がりすぎました。はい、そうですか、はい、ちょっと今回そんな感じでお伝えしたいと思います。はい、でまずは外観、うん、カラーがビアンコアブス、はい、そうです、はい、これ真っ白白の、はい、気になるところといえば、まあ、1万5000キロ、うん、まあ、年式的にも間もなく10年というところだと思うんで、はい、この塗装の状態と、うん、あとはその細かい傷だったりだと思うんですけど、はい、今回本当に土方さんおっしゃる通り、うん、程度いいですね。いや、すごい綺麗です、はい、だって飛び石とかほぼないじゃないですか。ほぼないですよね。ほぼないっていうか少なくとも、うん、ありますけど大きいの見つけられなかったです。もうこんなちっちゃいのとかやっと見つけて、いやそのぐらいですよね。はい、と思いますね。でやっぱりこうスピード出る車だし、うんうん、10年経ってると、はい、やっぱりあるじゃないですか。そうですね、ほぼない、ほぼない。そして下も、はい、全然綺麗ですよね。全然当たった跡もないという、はい、うん、だからとにかくコンディションがいい。そうで、ヘッドライトなんかも、はい、まあ、この辺だとやっぱりこう保管もしっかりされてますけどね。そうなんですよ。で、マイオーナー様はお持ちいただいてて所有していることがすごくやっぱりこうご自身の励みになるというか。あ、なるほど、はい、なのでガレージにずっといい状態で、あ、でエンジンを定期的にかけていただいて、なるほど、なるほど、ほぼほぼ乗ってない状況。あ、そうなんですね、はい、じゃあもう本当に外装がそれが分かる、うん、そうですね、はい、コンディションの良さということで、はい、でこの辺がこれ純正オプションですかね、うん、そうですね、純正オプションかな、ごめんなさい。あ、これ車外ですね。車外っぽい、はい、あ、そうですね、車外ですね。カーボンの折り方が違うので、はい、車外かと思うんですけど、この辺にカーボンのパーツが付いてたりとか、はい、はい、
あとホイールがこれオプション、ね、オプションです。オプションの20インチ、そうですね、スタンドホイール、はいはい、そしてこの辺も、うん、全然綺麗ないですね。僕さっきちょっと一瞬見たんですけど、ほぼないかな。飛び石でチンちっちゃくチコってなるのもないですよね。ガリガリっていうのは確かなかったと思います。チップみたいのもないんで相当綺麗な状態かな。そうですね、補修が必要な大きなガリ傷はほぼないという、ないですね。そしてまあ距離も距離ですし、はい、あとはカーボンブレーキなんで、うん、摩耗も全く感じられないですね、はい、全然ないという、はいはい、本当にコンディションがいい個体になってます、うん、抜群ですね。あと横も本当に大きな傷も、はいはい、塗装の状態も本当にいいんですよ。綺麗ですよね、うん、でやっぱり走んなければその塗装とかって、はい、もちろんその、うん、走行によるダメージって少ないですけど、はい、やっぱり保管しておいても多少汚れたりするんで、うん、はい、こう洗車したりとかするとどうしてもこう洗車傷だったりとかつくじゃないですか。でフェラーリとかイタリア車ってこう表面塗装なんで、うん、そういうのってこう目立ちやすいじゃないですか。そうですね、その辺も全然なんですよ、うん、本当に本当綺麗です、はいはい、ちょっとこう年式と車のコンディションがちょっとバグっちゃうぐらい、はいはい、なんかもう程度がいい。そうですね、うん、であと今回ちょっと全くこう予習しないで、うん、あの車両紹介臨むのもちょっと微妙だなと思って、はいろいろもう昨日おとといその前もいろいろ調べたんですよ、うんうん、はい、458ってもう電動入りっすね、うん、どうして。いや結構その NA 最終なんで、うん、あの皆さんこうやっぱり音がとか、うんうん、走りがとか感じるものだったりとか、うんうんうん、はいはいはい、はい、っていう意見が多いと思うんですよ、うん、で結構なんかそのただデザイン的には488とか F8、うん、やっぱり進化してるよね、うん、だから理想は488とか F8 にこのエンジンが積んでたら最高だよねとかっていうのを僕結構耳にしてたんですよ、うん、だ昨日おとといその前いろいろ調べたら、うん、あのまあ、NA 最終っていうのもあるんですけど、はい、ピニンファリーナのデザインの V8 モデル最終なんですよこれは、うん、そうなんですよ、まあ、最終っていうかこの後あるかどうかわかんないですけど、そうですね、はい、今のところそうですよね、はい、488と F8 に限っては自社デザインになってる、うん、そうなんですよ。フェラーリのデザインチームでデザインされてるの で、 そ、 うで、ね、そ、 うでそれを詳しく書いてるそのサイトがあって、あそうなんですよ、はい、でその、まあ、デザインがなんでこうなったかとか、うん、はい、っていうのもいろいろ見たらやっぱりすごいなと思って。そうなんですよ、ね、でその中ですごく面白いのがあって、うん、あの F8 先に出たじゃないですか、はい、で F8 が、うん、まあ、それ YouTube のチャンネルなんですけど、はい、車のデザインやってる人が、はい、F8 のデザインは、はい、車のデザイナーから言わせたらありえない、その人が言ってる意見ですよ、はいはい、でなんでそうなってるかっていうと、うん、あのこのピニンファリーナのこのデザインは、はい、どっちかっていうとその車の設計よりかもそのデザインの方をこう優先というか、はい、してされてるらしいんですよ、うん、だからこのラインも、はい、この前から続くこの下がるラインと、うん、あと前から続くこの上がるライン、うん、上がるラインね、そう、うん、この2本がもう完璧にこう計算されてるっていう、うん、で補助的に、うん、ここにラインが入ってる、うん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 、でそれが488以降になると、うん、こういうダクトがつくじゃないですか。そうですね、その関係でこれが成立しないっていう、うん、あ余計なラインがこう増えちゃってるっていうんですよ、うん、でそのダクトもこの458の時点で、うん、ここにダクトをつけさせてくれっていうのがフェラーリ社の方から意見があったらしいんですよ、うん、ただもうピリンファリーナの方がいやそれデザイン崩れるからやめてくれって言ってこのダクトがなくなったらしいんですよ、うん、で488になってピニファリーナのデザインじゃなくなったんでその技術の方を優先してここにダクトがついたっていう、うん、だそれを聞いたらこうちょっとこうバランスが違うじゃないですか、これ作り手の方の意見とデザインの方の意見と、うん、はい、ね、そこがこうガラッと変わったところだなって。まあ確かにね、それを言うと458だけで言うとクーペとスパイダーもかなり実は違ってて。あ、そうなんですか。そうなんですよ、コッカベだけじゃないですか。違うんですよ、はい、意外とそのリアフェンダーのところとかその空気の取り込みとか、はい、ここら辺ですね、それスパイダーなりに再デザインというんですかね、再設計されているので、ある意味こう458ってその、まあ、今のところピニンファリーナ最後じゃないですか。それもありますし技術的な革新でもなんていうんですかね、当時ではこれからのフェラーリを、まあ、出た当時ね、458が出た当時はこれからのフェラーリを見て取れる、いろんなところにいろんな技術が詰め込まれてフェラーリなりのこだわりがあって、スパイダーを作るにあたってハードトップというかメタルトップにすべきなのかソフトトップにすべきなのか、ポルシェっていうメーカーはいやスパイダーオープンモデルっていうのはソフトトップでいいんですよ
で、なぜならポルシェは軽さを追求したい。でフェラーリはそう言われてしまえばメタルトップだって軽くしてやるよみたいなところもあるじゃないですか。めちゃくちゃ軽く作ってあるんですよ。そうなんですよ。結果的には軽量化に成功しているというのがやっぱり技術的にもフェラーリは相当頑張ってるんじゃないかな。これちょっと方向が違う。そうです、はい、辿っていく道が違う。そうです、そうです、はい、にしながらやっぱり今の488だ、488、F8、まあ、これから次世代で出てくるフェラーリのモデル、ミッドシップモデルも458からはものすごくいろいろ革新的な技術が入っているので今に至っていると思うんですよね、うん、だから本当になんかどっちがいいじゃなくてこう一つの区切りとしてやっぱりこう魅力がある車だなっていう、はい、いやそうだと思います、はい、もうポルシェで言ったら例えばその空冷最後みたいな、はいはい、ちょっとやっぱり区切りの車ってこう、ね、最後の最後なんで、うん、そうですね、ちょっと人気が出るじゃないですか、はい、なんかちょっと人気がその辺なのかなっていう、うん、あとはそのさっき土方さんがおっしゃったそのメタルトップでこの V8MR かながもう特許なんですよね、はい、MR でメタルトップでしたっけがもうフェラーリの特許なんですよね、はいはい、だから他にないという、うん、もうこの独特なデザインもう買います、今回は買います、決まりですね、はい、じゃあ買います、はい、コンディション紹介するとか言っときながら買えるものだったら買います、うん、欲しくなっちゃうね、もうそのぐらい魅力がある車、はい、そしてあとはちょっと細かいところで拾っていくと、うん、ここが少しだけそうもう全部今回正直お伝えします、これなんか当たっちゃったんですかね。当たっちゃったと思いますね。ちょっとこれ直したいですね、はい、直して保存に向かいたいですですね、はい、あと全然話がこうそれちゃうんですけど、はい、あのスパイダーモデルって、うん、ロールケージがこう飛び出すやつじゃないですか、はい、ロールバーが、うん、それってここが開くんですか。はい、それ僕あの出てるのが見たいなと思ってネットでめっちゃ調べたんですけど展開してるやつは見つけられなかったんですよ。展開 しないんじゃないの展開いやわかんないですけどやっぱりこう万が一の時とかって、うん、ちゃんと考えられてるじゃないですか、うん、だからここが開いてボコって出るとかっていう話を聞いたんですけど、はいはい、そうですね、言われると僕も見た時ないんで、はい、そうとしか聞いてませんしか言いようがないですけど、はい、っていう雑談です、はい、あとはこれも車外ですよね。車外ですね。これもちょっと折り方が、はいはい、違うんで折りなんて、はい、でこれがよく見ると、うん、ここから放射線状にこう広がっていってるんですよ、はい、もう完全にこうデザイナーのそうです、ね、やり口だなって、はい、うん、だこれが時間というかこう年数経過した時にやっぱりこう古く見えなかったりとか、うん、そうなんですよ、評価されるところにつながっていくのかなっていう、はい、うん、僕は個人的に言うと、じゃあフェラーリのミドの搭載で何が好きかっていうと僕個人的ですよ、個人的に言うと僕430が最高に好きなんですよ、最高に好きなんですよ今でも、はい、でも458見たときは納得ですよね。なんかねこうある意味正常進化、いろいろ否定されるんですよこれを言うと、でも僕の中では正常進化なんですよ458って430から、はい、ちょっとくどい言い方しちゃいましたけど、でも素晴らしいと思います、ね、いやいやもう本当にそれぞれに魅力があると思う、うん、そうですね、確かにかっこいいですよね。いやだから本当によくできてるな、よくできてる、うん、はい、そしてあとはこれが多分純正オプションですよね、うん、そうですね、はい、これ折りが純正だ、はい、多分でこれ僕値段調べてびっくりしました。まあ、価格ちょっと変動あるかもしれないですけど、うん、僕が見たところだと74,000円って書いてありました。安いですね。安いですか。えいやそれ完全にバグってますよ本当に、はい、フェラーリですよだって。いやだからもうだってカーボンパースがオプション足していくと、うん、はい、だって10,000円台になるじゃないですか。なります、はい、うん、そこから考えると確かに安いですけど、うん、そうでしょ、この蓋っすよ、はい、しかもちょっと開けていいですか。あ、いいですよ。ちょっと今回はかなり僕テンション高いですよこの蓋ですよ。いやさっきカメラマンにも見せた時もいや、はい、安いじゃないですかって言ってたんですけど、この裏を見たらいや高いっすね、はい、でしょいや高いっすよ。だからあ高いのね、はい、商品にしては高いってこと。そう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 。いやいやもうそんなことないです。だってもうこのもちろんそのドライなんですけど、はい、もう価格がなんかマンソリーとかそういう次元じゃないですか。マンソリーエンブレム5万円みたいなそうですね、すごいですよね、はい、そしてこの急行が、うん、まあ、ちょっとこう注意が必要じゃないですけど、そうですね、ちょっと癖というんですかね、はい、こう強引に入れちゃいけないやつなんですね。そうですそうです、はい、ちゃんとこのロックを外すようにこう、うん、そーっと入れないといけないという、そうです、はい、フラップがついてるんで、この辺探してる方は説明不要だと思うんですけど、うん、はい、だからちょっとそのあまり慣れてないガソリンスタンドとかだと、あ、そうですね、ちょっと注意が必要という、はい、まあ、ちょっとどころじゃないですね。ちょっとどころじゃないです。あの、もし、はい、そうですよね、そうです、
もし壊れちゃうと、はい、ものすごい莫大な費用が。そうです。で特に458だとなんかその、うん、ここの機構とタンクが一体なんですか、はい、そうです。だからもう交換もちょっと大台を超えちゃうとかっていう、はい、相当しんどくなりますですよね、はい、なんか FF とかだとなんか こっちとこっちが別で、あそうでしたっけ、ここだけでなんか30万円ぐらいとかって言ってたんですけど、ちょっと458だと特に機構が特殊らしいんで、はい、まあ、給油はもう慣れたところでやっていただくか、はいはい、もうカメラマンに言ったらそうですね、スーパーカーバンバン入ってるようなガソリンスタンドが安心ですねって、まあ、確かにそうだな、確かに、はい、まあ、あとはセルフで、はい、まあ、最近セルフでもこう、うん、はい、そうですね、いいじゃないですか、はい、別にスーパーカーだからフルサービス、いやいや全然普通に、はい、まあ、ちょっとその辺うまく使っていただけるといいんじゃないですか、はい、そしてあとは、まあ、ピニンファリーナの、はいはい、エンブレム入ってて、うん、このブレーキの大きさと、そうですね、いいですよね、うん、あとはタイヤ、はい、今回、うん、わずかにひび割れてる感じですかね。そうですね、若干ひび割れが出始めてますね。これ新車装着のやつですよね、うん、多分、うん、そうですね。で新車でなんかミシュランとピレリと、うん、はい、コンチでしたっけ、なんか3種類選べてとかって、コンチでしたっけ、ブリジストンじゃなくて、ブリジストンかなだったような気がしましたね、はい、で結構なんかミシュランが軽いのと、はいはいはい、あって、あそうなんですか、人気だったらしいですけど、へえ、うんうん、まあ、どのみち、まあ、年数的に、うん、まあ、そろそろ交換、もうそうですね、あの、まあ、言ってしまえば、消耗品じゃないですか、うん、特にゴムなんで、走り次のオーナー様が走り出したら極端にひびが出る可能性もありますからね。確かに、まあまあ、交換おすすめです、はい、まあ、ちょっとこのゴムバンドも硬くなってるかなっていう気がします。ただ、まあ、ひび割れがわずかにあるわずかに、そうですね、はい、まあ、交換する分には全然全く問題ないんじゃないですか、はい、ただ僕的にはそうですね、はい、ちょっと保存に向かう車ですけど、うん、ちょっとこの保管しとく意味でも、はい、ちょっと取って違うのに付け替えたいかなって、そうですね、はい、あとは唯一フェラーリはやっぱりこのタイヤの厚みと、そうですね、はい、はい、2021で履きたいなっていう、そうですね、はい、うん、ちょっとじゃあそれの見積もりもお願いします、はい、はい、そして後ろはこのスパイダーの これですよ、これ、うん、はい、これと、うん、はい、あとはもう何といってもこの特徴的なデザインですよね、うん、あと今回の車、これもなんか社外品ですかね。そうですね、社外品だと思います、はい、これは、うん、早織りなんで、はい、この辺もついさいとか、あとこれも多分後付けでちょっとなんか、うん、あそうですね、ですよね、はいはい、つけてらっしゃるのかなと、うん、まあ、この辺のだから仕様変更だったりとかっていうのもご相談いただければ、そうですね、まあ、何でもできますので、はい、あとはもうとにかくコンディションがもう一周回っても、うん、いいんです、本当にいいんです、はい、ただリアセクションで唯一言うと、うん、ちょっとここがちょっと、ね、色あせてるかな、はい、あとはこのレンズが少しだけ、うん、はい、表面が劣化してるかなっていう、はい、うん、そんな感じですかね。そんな感じですね。あと ほぼだって、いやすごく本当にいいよ。買います、はい、ありがとうございますはい、あとはスパイダーだと標準ですか、オプションですか、まあ、この辺だったりも標準だと思うんだけどな、はい、バックカメラはオプションじゃないですかね、多分ね、はい、あと PDC、はい、うん、パークセンサーもパークセンサーですね、しっかりついてると、はい、こんな感じになっております、うん、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装の前にキーが、まあ、よくあるこのペイントのカスタマイズが、はい、これマヤオーナー様の、はい、そうですね、されてるんですけれども、ちょっとこのリングのところが、はい、これ丸いリングをつけちゃうとどうしても、そう擦れてね、みたいですね。そうですよ。で少し、はい、はい、こんな感じのコンディションです、うん、でこれがなんかその D 型のリングで、ここまっすぐのこの D 型のやつなんかにするとだいぶ軽減されるとかっていう、うん、でこのリフレッシュも、うん、うちも結構定番のカスタマイズですもんね。そうです、はい、鍵をあのお好きな色に、はい、あの元色の赤に塗ったりとか、まあ、今回のボディカラーのこの色でリフレッシュなんかもできますので、はい、まあ、お気軽にご相談いただければと思います、はい、そして続いて中を見てみたいと思うんですけれども、はい、まあ、距離も薄いんで、まあ、当然ではあるんですけど、このパリッと具合ですよ、ね、レザーとかも全然やれてないじゃないですか。そう、質感が全然、だって運転席とかってやっぱりこのサイドサポートのところって乗り降りでこう結構擦れちゃったりしますけど、そうですね、なんか本当に大事にされてたんだなっていうのが伝わってくる、うん、一番その使用感、くたびれた感が出ちゃうところなんで、ですよね、はい、非常にコンディションが、カーペットなんかも本当に綺麗、はい、ハンドルのレザーなんかも、でも全然状態いいと思います。状態いいですよね、はい、そして
ベタベタ鑑定をするとですね、はい、あの僕8ぐらいですねなんて、10段階中8ぐらい結構来てますねなんて言ってたんですけど、はい、あのうちのフェラーリ何台も触ってるメカニック的に言うと、いやまだ全然大丈夫です、全然ですね、はい、こんなの5ぐらいです、ね、そうです、はい、で今ちょうどこう指が少し引っかかるかなぐらい、はいはい、でちょっと症状がひどいのが助手席側のパワーシートのスイッチが、そうです、少しこうベタベタがもうちょっと進んでる感じ、はい、でこれがなんか調べた、あの聞いた話なんですけど、はい、なんか動物性のタンパク質が使ってるんで、うん、それがなんか経年劣化というか時間が経つと、はい、まあ、分解されちゃうのを反応するのかちょっと分かんないですけど、はい、なんかその溶け出す原因になるみたいな、へ、でもう末期だとこう手が汚れちゃったりとか、そうなんですよ、文字が見えなくなっちゃったりとか、そうです、っていうのもあるみたいですね、はい、でこれがいまだにこう新車で販売されてる車もそうだという、うん、ね、日本人的考えからするとどうしてこうなったっていう、そうですよね、対策しないのかなと思っちゃいますけどね、ただこれアフターで対策はできるんですよね、できます、はい、で結構、まあ、全部取り外して再ペイントとあと印刷でしたっけ、はい、まあ、必要になりますけれども、一回それをやっとくと全部解放されるという、はい、だからまあどっかのタイミングで施工されるのは非常におすすめですよね、うん、おすすめですね、で特に助手席のパワーシートとかだと、はい、これ助手席の方にこう、あ、そうですよね、なっちゃうじゃないですか、はい、なので早めにその辺なんかはやるといいのかなっていう気がします、うん、まあ、ドライバーの方だね、分かっててね、あ、ちょっとベタっとしてるなと思いますけどね、知らない人だとね、触った時にな、ね、だとこれが交換で直んないらしいですねさっき言ってましたけど、なんすか交換で治んないらしいですよ、いや交換は治んないですよね、はいはい、まあ、当然まあ同じ症状を繰り返すっていうのもあるんですけど、そう、新品を箱から出した時点で、はい、もうベタベタしてるのが あります結局作って保管してる間に、そうなんです、劣化が進んじゃうっていう、はい、だ必ずしも新品頼んで交換すれば治るとは限らない、はい、だ新品頼んでもそのリペアに出してからつけるっていうのがやっぱりいいらしいですね、うん、最悪じゃないですか、でもそれそこもちゃんとこう作法を知らないと、はいはい、いけないところだなっていう、はい、その給油口のところしかり、はいはい、そしてあとは装備的なものでいうとカーボンパーツもしっかりついてますね、そうですね、メーターだったりステアリングだったり、はい、でフェラーリも本当に僕ちょっとその予習して、うん、びっくりしたんですけど、もうオプションキリがないですね、いやすごいですよ、そのメジャーなところでいうとカーボンパーツがどんだけたくさんついてるかみたいなところですけど、うん、はい、指定すればレザーのレザー、そうですね、リクエストとかつってこう、はい、色をこう、うん、できたりとか、はい、まあ、それは高くなりますよね確かに、まあ、相当ですよ、オプションのこうリストとか見てもう本当に選んでいくのも大変なので、はい、そして今回はもう全体的に黒でまとめられた感じなんで、はい、本当にあの使用感なんかも分かりづらいですし、そうですね、もう本当にしっくりまとまってるんで、うん、はい、まあ、乗り手を選ばないかなという、はい、そんな感じがします、はいはい、ちょっと乗ってみてもいいでしょうか、どうぞどうぞ、でしょ、もう最高です、買いますか、買います買えるものなら買いますもう中が最高です、はい、もう超綺麗です、そうですよ、ね、カーペットとかもマットとか、はい、レザーの、はい、質感も、はい、そしてこんな感じで全部真っ黒ですね、本当に、そうです、はい、全部真っ黒ですね、そして先ほどのそのベタベタなんかも、うん、この辺なんかはそんなに、うん、はい、そんなに、はい、そんなにっていうか、まあ8とか言っときながらそんなにっていうのもあれなんですけど、うん、やっぱ5だね、5ぐらいか、うん、5だと思います、はい、ああそうだな、ここの助手席のやっぱりパワーシートのボタンが8です、ね、はい、ちょっとこう引っかかるをちょっと通り過ぎてるかな、そうですね、ただ手につくほどではないですよね、です、はい、はい、運転席はまだあれなんですかね、6ぐらい、はい、まだ大丈夫な感じです、はい、そしてこの辺のこっちもちょっと進んでますかね、うん、はい、あとこの文字が見えない感じなんですよね、そうなんですよ、はい、これがこんな感じになっております、はい、そしてメーター、これ白いのもあれですか、オプションですか、これオプションですね、確かのレブカウンターは色を選べたはずなので、なるほど、はい、この辺もじゃあボディカラーに合わせてでしょうか、白いものになっております、はい、であと平行だと、うん、まあ、この辺はちょっとその、うん、マイナスとするか、まあ、別にそんなの全然いいよってするかは人それぞれだと思うんですけど、はい、こっちか、メインメニューナビ、うん、はい、こんな感じで、はい、海ですね、はい、太平洋か大西洋か分からないですけど、はいはい、一番引いてもちょっと、はいはい、
どこでしょうこれ、イタリアでしょうか、はい、ドイツでしょうか、ちょっと分かんないですけど、あ、アドリア海じゃないですか。本当ですか、はいはい、ちょっとここだけが使えないという、はい、ただ他は使えるんですもんね、はい、なんで他のメディア関係、あ、でもオーディオこっちにつないであるんで音出ないのかな。そうです、こっちになってるはずです、これは。なるほど、はい、じゃあこっち側のまあメインのものが、うん、はい、使わない感じになると。そうですね、はい、でその代わり今回のお車は後付けでサイバーナビがついてると。はい、で僕的には、うん、なくてもいいですって。あ、そうですか、はい、うん、エキゾーストサウンドっていうサウンドが聞けるんでもうオーディオも必要ないかなと思うんですけど。そうですね、ただ、まあ、もし使うんであれば、はい、まあ、メディア関係、うん、地デジなんかもしっかりついててナビゲーションも、はい、まあ、国産のカロツエリアのナビゲーションですから、もうその辺も問題なく使っていただけるのかなと。 であとは ETC なんかも当然ついてて、うん、でナビゲーションがついてる関係で、うん、この唯一のドリンクホルダーが、うん、はい、埋まっちゃってる感じですかね。そうですね、こんな感じになっております。はい、あとはここもしっかりカーボンで、うん、はい、この辺のスイッチなんかも、はい、結構頻繁にバックとか押すじゃないですか。そうですね、この辺だからそうなんですよ、あれですけど、はい、少しっていうぐらいですかね、うん、あとこの辺のスイッチ類なんかも、はい、はい、こんな感じになっております。はい、はい、そしてステアリングは僕実は458、うん、その移動とかで乗ったことあるんですけど、うん、行動に乗り出したことがないんですよ。あ、そうなんですか。結構うちの社員でも、うん、その乗ったことあるスタッフと乗ったことないスタッフって分かりません？もちろんメカニックとかだったら、うんうんうん、こう試運転で乗ったりしますし、はい、車両販売の方だったら、うん、こう改装とかに乗りますけど、はい、全然関係ないスタッフはもう全然乗らないじゃないですか。あ、そうですね、僕特にその動画とミニのメカニックだったんで、うん、乗る機会全然なかったんで、うん、あ、なるほど、改装というか移動とかぐらいだったの乗ったことあるんですけど、うんうん、だからもう初めてフェラーリ乗った時これにまず戸惑いましたよ、うん、どうなってんだと、うん、はい、もう全部ステアリングじゃないですか確かにね、はい、この辺ウインカーだったりとか、はい、あとモードもあれノーマルがないですけどみたいな、うん、スポーツスタートですけどみたいな、はい、こんな感じになっております。はい、この辺もなんかベタベタ、どうですか。いや全然ですね、この辺、ま、この辺は2、3ぐらいですか。そうですね、はい、はい、こんな感じになってます。あとでっかいこのカーボンのパドルと、はい、はい、であとひどいのだとコラムもベタベタになっちゃうんですか。そう、コラムカーボンのとこね、これはベタベタ、まあ、全然です、うん、全然平気だよね、ま、全然平気です、うん、はい、まあ、ちょっとこの下引っかかるかなぐらいです、うん、はい、あとライトのスイッチなんかも、はい、割と軽症です。はい、はい、こんな感じになっております。いや、いいっすね。もうちょっと乗って帰っていいですか。もちろんテイクアウトでローンが通ったらでお願いします、はい、であと今回の車はレーダー探知機も、はい、こんな感じでついております、うん、そしてあとは屋根ですね。そうですね、はい、うん、でこのウィンドウの上げ下げと、はい、はい、これウィンドウ上げるとなんか200キロぐらいでも会話できるって書いてあったんですけど本当ですか。嘘だと思いますそのぐらいなんか風の巻き込みもなくて快適だとかっていう、うん、それはあの快適だと思いますけど、ちょっと話持ってます、持ってると思いますね、はい、っていうこんなのもついてて、はい、で屋根の開け閉めもしちゃいましょうか今、うん、ちょっとかけた方がいいですかね。そうですね、一回かけましょう、はい、わー、もう最高です、はい、で今となってはもうもっと早いのなんかもうどんどん出てますけど、はい、当時としてはかなりこう早い。そうですね、20何秒じゃないか。いや、そんなにどのぐらいでしたっけ。17、あ、かなり早い。17、18でしたっけ。かなり早いですよ。今でも別に遅いとは思わないです、はい、今なんか もっとなんかスピード出しても大丈夫みたいな、はい、まあ、早いのとかありますけど。ありますね、はい、こんな感じで、うん、で、この内装のこのコンディションもいいわけですよ。このファブリックすごくいいですね、うん、こんな感じになっております、はい、あとは補足のコンディションチェックとして、はい、ここもビンビンです、うん、はい、全然ベローンってなってないという。なってないです。あと僕知らなかったんですけど、このシートバックというか、はい、シートの後ろ、はい、ここも結構その、うん、まあ、少ないながら荷物が置けるとこなんで、はい、そうですね、こう酷使されてて、はい、いろいろ傷が入ったりとかっていうのは、うん、結構傷ついてる車があったりします、はい、じゃあ結構その458見るときも、うん、ちょっとこうポイントにしたいところなんです。そうですね、ぜひ確認していただきたいと思います。今回の車は、まあ、全部レザーすもんね、だってこっちが、はい、はい、非常にコンディションがいいと思います。ここにちょっと
あ、わずかに。わずかに、はい、わずかに。もう本当にその程度ですね。うん、全然気になる範囲ではないと思います。まあ、あと補修も一応うちの方できますから ね、 そうですね。もし気になるようであれば、はい、レザーのリフレッシュだったりもできるようになってます、はい、大丈夫です。続いてエンジンルームも見てみたいと思います、はい、こんな感じ で、 でスパイダーだとどうしてもこう、そうですね、見えなくなっちゃうというか、はいはい、まあ、僕的にはちょっと見せたいところではあるんですけど、うん、はい、どうだっていうこのエンジンルーム、うん、ただこのシルエットが代わりに手に入りますから、はい、そして改めて見ると最高です。最高だよ。いやもう本当にこれしか見えないですけど、はいはい、かっこよくないですか、うん、かっこいいですよ。かっこいいですよね。なんか別に本当かっこいいです。で結構458改めて調べたら、はい、あのカーボンとかファイバーとかってあんまり使ってないんですね。んほぼアルミっていう。ああ、ボディとか素材がってことですか。まあ、エンジンもまあもちろんそうなんですけど、はい、ボディだったりシャーシだったりとかっていうのもほぼアルミとかって、はい、結構なんか最近スーパーカーだと、うん、まあ、ファイバーはまあもうほぼないですけど、まあ、カーボンだったり対応してるモデルなんかあるんですけど、はい、458って本当にアルミを対応した。そうですね。だからもう全部この辺もこの辺もこの辺も、はい、本当になんかしっかりこう剛性出すところは出して、うん、はい、っていう感じ、うん、でなんかこの前の430から比べるとボディ剛性がなんか 15% ぐらいアップしてる。そうですね。ただスパイダーになっちゃうと、うん、なんかクーペモデルよりかは 35% ぐらいねじれの剛性がやっぱりなくなっちゃうみたいですね、うん、あ、だその辺はこう走りよりもこうスタイリングだったりとか、うんうん、はい、走りを楽しむ方のにちょっとこう振ってるのかなっていう、うん、だどうしても比較するとこう 35% ダウンになっちゃうんですけど、多分こっちが多分そうなんですよね。だと思うんですよね。そう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 、あくまでもこれのクーペかオープンかって話ですからね、うん、だとはエンジンはもう僕がいちいちこう掘り下げる必要もないと思うんですけど、今さら、はい、4.5 リッターの570馬力でしたっけ、はい、で、まあ、車重が1400キロぐらいなんで、はい、分かりやすく言うとだいたいカローラに570馬力が積んであるような、冷静に考えると頭おかしいですよ。だって本当だよね。カローラぐらいの車重の車に570馬力 NA のエンジンが積んであるんですよ。でしかもその、まあ、フラットプレーンとかってその、うん、まあ、いわゆる他の V8 に積まないこう十字になってないクランクのやつじゃないですか、はい、それを積むんですよ、うん、でフラットプレーン別にって言うかもしれないですけど、うん、フラットプレーンってこう振動出たりとかして、はい、いろいろこう大変じゃないですか。そうですね。だから、まあ、他の V8 って使わないわけじゃないですか、はい、そうです。それをぶち込んで、うん、売るという、すごいよね、はい、確かに。改めて1個ずつ拾っていくと、うん、とんでもない車だなっていう、うん、だ今また評価がこう再びこう再評価されてるっていうのはやっぱり分かりますよね。分かります、はい、でシャーシに関してはもうずっとこう、はい、同じ全く一緒ではないですけど、はい、基本は一緒です。基本設計そのまま使ってて、はい、うん、はい、458、488、F8まで今回フェラーリを使ってますから、で NA 最終ということでやっぱり一つの区切りなのかな、うん、続いてボンネット見てみたいと思います。はい、これがここも超綺麗じゃないですか。超綺麗です。で僕知らなかったんですけど、はい、なんかこれも結構劣化が、いや結構ね切れてる車多いです。あ、そうなんだ。ひびが入っちゃったりレザーに、まあ、言っても間もなく10年ですもんね。そうなんですよ。でこの辺って多分頻繁にこうつけたり外したりするもんじゃないんで、はい、まあ、ずっとそのまま放置しておくとやっぱりレザーも、まあ、乾燥なのか湿気なのか分からないですけど痛みがやっぱり出ちゃうんですね。硬くなっちゃうんでしょうね、おそらくね、うん、で今回の車は、はい、もう超コンディション良好。いやもう抜群ですね、はいはい、パンク修理キット当然未使用でございます、はい、工具キットも、はい、手袋も全部未使用ということで、はいはい、保存しましょう。はい、はい、であと、うん、バッテリーメンテナーの方も今回、はい、純正の、はい、付属するということで、そうです、はい、購入後も、はい、わざわざ買い足す必要もないという、そうですね、はいはい、こんな感じのボンネット側のトラックになってます、はい、続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。
続いて最高すぎるマフラーサウンドを聞いてみたいと思います。ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ。じゃあ行きましょう。はい、あ、回さないでしょ最高です。はい、向こうから出ていいですか。どうしよう。そう、向こうから、はい、出ましょう。上がってます。リフト上げます。はい、これスパイダーはリフトは標準ですか、オプションですか。いや、オプションだったと思うよ。でも改めてあの純正のリフター動かすと遅いっすね。はい、ロベルタになれちゃう。いや、ロベルタ早すぎますよね。そう、強烈だからね。キュイッつって、うん、いやー、初458行動ですよ。しかもスパイダーで。スパイダー、いやー、最高だね。あの、本当にこれ、あの、ちょっとごめんなさい、あの、僕の愛車紹介の動画になったら本当すみません。はい、はい、あ、こういう感じですね。はい、あ、いいですね、素晴らしいですね。なんだろう、この、はい、いいのかな。ありがとうございます。なんすかね、これちょっと不思議な感じですね。本当ですか。はい、はい、硬いんですけどちゃんとこうちゃんと動いてますか。はい、はい、接地感が。そうですね。そして、うん、レビュー書いてるの見たんですけど、はい、フェラーリは水平移動だっていう。はい、ちょっとまだ直進しかしてないんで何とも言えないですけど。はい、おお、音最高すぎます。はい、ある程度まで行くとバルブを開くんですね。そうですね。なるほど。はい、ちょっと行動出ましたので、はい、平らなところに来ましたので、そうですね、車高も下げまして。じゃあ本日は特別企画、はい、土車を買ったシリーズ。そうですね、愛車、ね、障害になってたらすみません。はい、はい、ちょっとローンの審査があるもんで、はい、趣味の動画になってますね。はい、はい、いや、もうこれ最高すぎませんか。最高ですね、最高です。でこれ最初に話戻りますけど、あの並行車のその、うん、まあ、デメリットって言ったらあれですけど、うん、ちょっとその注意点だけ最初聞いたじゃないですか。はい、これメリットもあるんですよね。メリットもありますね。あのブリッピングがなんとできちゃうという。そうですね。これ日本仕様だと、うん、あのレブリミットが作動して、はい、停車中の空ぼかしができない、うん、できない、うん、まあ、別にメリットっていうのはあれかもしれないですけど、違いというんですか、ね、その辺の違いがあるという。はい、でも、はい、どうなんですかね、ボンドグループとしてはデーラー、国内で正規ディーラー車メインでやってるじゃないですか。並行車も扱ってますけど、はい、価格差とか考えるとメリットは十分あるんじゃないかなって。はい、まさかディーラーにそのまま入れるとは。しかも中古並行とかだとどうしてもその組成が分かんないですけど、ね、そうなんですよ。これそのまま乗っちゃっていいですか。いいですよ。わあ、うん、わあいいですね。待ってください、これ最高すぎませんか。はい、もうこの時点で最高ですか。最高ですテンション上がっちゃってます。うん、わあもうちゃんと安定してるでしょ。ねえ、すごいよね。もはや車じゃないですね、これ。なんだろう、別のなんか乗り物です。はいはい、すげえ、はい、あの、微妙に今、あの土があのウインカーのレバーを探してましたね。はい、でもこれ慣れると、はい、全部ここに集約されてるんで。そうなんですよ。はい、これ音やばい。やばいね。おお。いやいや、まあ、全然踏んでないですよ。はい、3000回転ぐらいから急にこの、はい、うん、音変わるからね。
これちょっと、はい、名古屋高速の法定速度全然楽しめますね。いやもう本当にこれで楽しいよね。いやもうオーディオいらないですよ。いらないいらない。やっぱりこう開放感が本当に何だろう。これちょっと車じゃない何かに乗ってますすげえ。しかもちょっとそれもレビューで書いてあったんですけど、はい、いい車こう乗ると車ちっちゃく感じるっていう、うん、はい、感じます。なんかそうですね。なんか外で見ると4号車って結構こう平べったいのもあるんで、はい、うん、大きく感じますけど、はい、乗るとなんか急にコンパクトに感じますよ。わかりますね。なんか言って多分乗りやすい。乗りやすいですね。4号車本当乗りやすいですよ。これ本当にこう気持ちにこう訴えかけるこの振動と、はい、マフラーの音と、はい、これしかないっすねやられてるね完全に。だってこれに変わるもんって なくないっすか。ないっす。だから殿堂入りなんでしょ。いやこれ殿堂入りっすよすげえいやカリティ乗せてもらった時もめちゃくちゃ感動したんですよ、はい、いやすごくいいよねカリティ、うん、屋根秋で、うん、もうちょっと下道だと足硬いかなと思ったんですけど高速乗った途端抜群にいいなと思って、はい、またちょっと違う感じ、うん、でもその話ずれちゃうけど、はい、フェラーリの FR ってものすごいいいですからバランスが、うん、これちょっと楽しすぎるいいよねこれは。いいな、ちょっといろいろ調べてきたんですけど、はい、話すことを忘れました本当にこれはやばい、うん、でもやっぱり正直言うと風の巻き込みもあるしありますね。この辺結構感じますね。そうなんですよ。で、まあ、若干こうウィンドウを上げてとか、はいはい、これだけなんですかね。そうしかないんで、はい、あそうだよね。そうですよね。そう、はい、でもねなんかこれフェラーリもいろいろ考えて研究して、はい、その空気 その当然テストを実験して、はい、っていうのでこういう高さを出してるっていうのは書いてあるのを記憶してます。なるほど。なんとなく、はい、あとこれ内装がミハエル・シューマッハ監修じゃないですけど、はい、意見してるらしいですよ。あそうなんですか、はい、それは僕読んだ読み物に書いてありました。なるほど。だやっぱりなんか演出も大事だし、うんうん、だそのアプローチの仕方って本当に、まあ、スーパーカーっていうくくりだと、うん、ランボルギーニとこう、はい、名前よく出てきますけど、はい、もう考え方やっぱり全く別だなと思って。そうですね。でやっぱりそのなんていうんですか、例えばそのメーカーを代表するような車種とか、まあ、全てそうですけどやっぱりこういろんなストーリーがあるんですよ。開発のストーリーだったり、僕らで言えばその買った意味、次の人が買う、ユーザー様が買っていただくユーザー様なりのストーリーがあったりして、僕らもそれを想定したり、メーカーもいろんなことを考えて、やっぱりこういろいろなストーリーがあって成り立っているので、なんていうんですかね、特にフェラーリとかこういったスーパーカーとか、あポルシェもしっかりですけど、歴史があったりすると余計こう説得されるような今までのストーリーがあるので。もうフェラーリとか僕こう歴史を調べようと思って、はい、ウィキペディアだけでめちゃめちゃ楽しめますよね。本当だよね。これやばいと思って。本当本当本当、うん、もう数々の逸話もこれ映画そのまま撮れんなみたいな、はい、まあ、なってたりしますけど、はい、確かにそうですね。そういうのはやっぱり重要だなっていう、うんうん、だからまあその一つとしてやっぱりちょっと車っていうその乗り物消耗品だけっていう考え方じゃなくて、もうこうブランドとしてもそうだし、はい、こうちょっと資産価値的なこう魅力、うんうん、やっぱりこう台数作りすぎなかったりとか。そうですね、まあうん、ちゃんとまあアフターサービスサポートなんかも、はい、もうだって古いのだってしっかりこう全部やってくれるわけじゃないですか。そうですね、はい、だ僕はその前はツッチーから出たから何とも言えないんですけど、資産価値っていう考えに関しては僕はちょっとあまり、もちろんもちろん、そうなんかただお金を儲けるとかなんかそういや、そうそうそう、
ただ、ただ、ただ、付加価値という意味では、はい、やっぱりそれぞれ皆さん、それぞれがね、決めて考えていただければいいわけじゃないですか。だからその資産価値っていう考え方でもいいですし、その特別感だったりとか、特別感ですよ、どっちかっていうと、そういった意味の付加価値で、まあ、だ商売として考えたらこれめちゃめちゃ作ったらめちゃめちゃ売れるし、いや本当そうです、めちゃめちゃ儲かると思う。そうやんないじゃないですか。そうなの、そこなんですよ、フェラーリって。そう考えるとやっぱりこの特別感の魅力もあるし、そうなんですよね、無駄に台数がないし、そう、限定車に至ってはもう極端に数絞るじゃないですか。そうですね、しかもマイナス1台みたいなね、ところもあるんで、だそういうのまで全部考えて、なんかこうブランドとしてこうやってんだなっていう、メーカーとしてのストーリーがちゃんとあって。そうなんですよ、すごいですよね、うん、だから一方でそのブランドビジネスというかで今なんか3割ぐらい、うん、結構そのおもちゃの版権とかゲームとか、はい、なんかその例えばそのフェラーリのロゴを使った何とかとかっていう収益もだいぶあるらしいですよ、うん、そうでしょうね、もちろん。だからもう自動車メーカーっていう枠を超えてますよね、うん、なんかもう本当に、うん、いやもう世界の人々が認知している、うん、なんか一大ブランドというか人の憧れというか、うん、そのそうですね、うん、はい、楽しさというかそういうのをこう提供する、うんうんうん、いやもうこれちょっと車じゃないですよ、もうエンターテインメントですよ。本当ですね、はい、はい、これですよ、はい、最高です。ちなみに今はもう全然4000回転ぐらいで加速も一切してない、55キロとかですけど最高です、はい、これ9000とかで、うん、まあ、今回試乗なんて回さないですけど、はい、これ多分あーってなっちゃいますよ僕、うん、ね、最高すぎるこれ、うん、いやこれはちょっと乗って再確認しました。いやいいですよね、ちょっとこれはみんな欲しがるし値段下がらないし、うん、まあ、ちょっとその今のその加熱ぶりを受け入れるわけじゃないですけど、はい、あの理由が分かりました。そうですね、うん、でまあいろんなその考え方があると思うんですけど、やっぱりもともと488の話が出るぐらいの時から458が下がるのか上がるのかこう迷走してた時もあって、でも出てみたら意外と458から458にまた戻っちゃう人もいたりして、そのいい悪いではなくやっぱり味が違うんで。そうですね、はい、合う合わないが。そうなんですよ、全くエンジンというか音だチカリなんですけど、テイストの違う両者458と488はどっちがいいかっていうのは非常に難しい質問になっちゃいますけど、うん、いやでも458は最高ですよ。最高です、はい、もう完全に買っちゃいましたね。ありがとうございます、売っていただいてありがとうございます。いいんですか、はい、いいんですか、はい、ちょっと ローンだけお願いします。ああそうですね、はい、いやこれはでも本当にちょっと興味ありたい、絶対乗りたいってことは、うん、絶対これ一回味わっていただきたいです僕は。そうですよね、どうしてもその人気が過熱すると、うん、ちょっとこう僕もさっきちょっとスケベ心でこれ損しないんじゃないかなって話しちゃいましたけど、ちょっと乗りたい方に、うん、届けてほしいというか届いてほしいです。そうですね、これは本当に一回乗ると、うんうん、ちょっと衝撃受けますね、はい、どうしてもやっぱりそう人気があるし、うん、ブランド商売だったりとすると、うん、まあ、車に限らず、うん、最近スニーカーとか何でもそうですけど、そうですね、ちょっとこう純粋な人じゃない人たちもこう、はい、参入してくるじゃないですか。そうですね、それがどうしてもまあなくすっていうのは難しいんですけど、うん、まあ自由だからね、そうですね、買って売ってはね、うん、しょうがないよね。純粋に求めてる人に届いてほしいって思いました、ね、この良さは、うん、いや僕もそうなんですよ、個人的な趣味で言うとスニーカー大好きじゃないですか。だからしょっちゅうしょっちゅう買ってるんですけど、やっぱよく言われる転売屋の 方たちがよくいろんなことを言うんですけど、でも人気がねえからそんなの買ったってしょうがねえっていうコメントがよくネットでありますけど、いやあるないじゃなくて別に自分が好きか嫌いかの話なんで、うんうんうん、
はい、それに見合った対価になるのかどうなのかっていうのはご自身が判断するべきで、人に流されることではないですよね。そうですね。こういうメーカーもそれが言いたいんだと思いますよ。だから好きで買ってくださいっていうことだと思うんですよね、うん、台数が限りなく少なかったり。そうですね、はい、1台1台に対するメーカーの思い入れっていうのが、そうするとやっぱり難しいですね。特別感っていうところの台数をちょっと絞ってるところにもつながっちゃうし、うん、はい、うん、そうなんですよね、まあ、そこで得られるものもありますからね。そう、ただやっぱりこう中古車ですけど、やっぱり買うことができる方、それに恵まれ、あの巡り会えた方っていうのは多分本当幸運なんだと思いますよ。うん、いや、走りもこれですよ。はい。どう？いや、もう最高です。はい。なんていうんですかね。はい。難しいなこれ。違うんですよ、マクラーレンとかポルシェとか、うん、また振動もあるし。はい。はい、路面をすごく感じてそのままこう張り付いたり走っていく感じ、うん、ビターというよりかは車じゃないですよ、だから、うんうんうん、なんか、はい、言わんとしてることは分かります、はいはい、他にないこの感覚が、うん、これシフトも気持ちよすぎません？ね、これあれなんですよね、いわゆるスパイダーがクーペよりちょい遅れで、うん、2年でしたか3年でしたっけ、はいはいはい、遅れで出てるじゃないですか、はい、うん、でそのタイミングでなんか、ミッションと、はい、あとトラコンかな、はい、なんかその辺がアップデートされてるんですよね。そうなんですよ、はい、でなんかそれより前のクーペモデル乗せた方とかも、はい、なんかその有料かなんかでアップデートできるんですよね、はい、そうなんですよ。なんかちょっと不具合、初期のあった不具合なんですかみたいですね。へえ、はい、不具合ではないのかな、なんかシフトショックとか、はい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 、なんかいろいろ言われてましたけどね。あとはなんかやっぱりその、まあ、フラットプレーンで振動が出るのと、ああそうですね、あとは、まあ、結局そのムービングパーツ、はい、そのフライホイールとかクランクシャフトが軽すぎて、うん、まあ、この鬼レスポンスなんですけど、はい、逆に少しギクシャク感がある、うん、そうですね、感じるとかって、はい、僕逆にもうレーシングを全開で感じられて、はい、この振動とか、はい、だって正直アイドリングで止めとくとも窓結構ブルブルするぐらい、そうですね、感じられるじゃないですか、はい、ワクワクしちゃったんですけど、うん、本当だよね、なんかラフな感じがいいよね、いや本当は本当に、うん、いや僕もそう思います、どっちかっていうと全然そういうの嫌じゃないんで、なんかこう メカメカしい感じというか、はい、機械な感じというか、そうですね、なんか458になってからその、まあ、430でもだいぶそうだったんですけど、458になってからそのコンピューターいろいろこう刷新されたというか、はい、もう改革と言っていいぐらいないろんな新たなものが搭載されて、なんとなく電子制御優先的な車に感じちゃうんですけど、意外と458って乗ってみるとこうなんていうんですか、いわゆるソリッド感というか、なんかあんまりこう電子してる感じではないような、でも多分知らないとこで、だってこの570馬力をそうですそうです、うまく使えるわけです。だって僕みたいなのが乗っても全然普通には乗れちゃうんですよ。そうだよね、本当に普通に。ちょっとじゃあこれプイーンと法定速度内でいいですか。はい、いいですよ。最高です、はい、これはもう本当に全く色褪せてないですね。え、全然。だからもうこれ車じゃなくて芸術作品ですよ。そうですね、はい、はい、言ってもタイヤがついてる芸術作品です確かに。だからそれぞれの良さあるし、うん、新しいイコール必ず偉いじゃないし、うん、やっぱりそれだけの価値ありますよ。いや、ありますよ。だって普通だったら車10年だったらそれなりの金額になってるし、うんうん、じゃあやっぱり新しいのがってなりますけど、うん、フェラーリってもうそのモデルそれぞれのもう魅力があるじゃないですか。そうなんですよ。もう古いのもそうだし新しいのもそうだし、うんうん、
限定のモデルもそうだし、うん、それぞれの魅力あるし、うん、もうモデナも430も、うん、これも多分、まあ、今でこそこう数もまだありますし、はい、まあ、年式も言っても10年20年とかじゃないですか、うん、はい、それ多分もっと経ったらちゃんと評価されていく、もっと評価されていくんだろうな。そうですね、はい、特に区切りのモデル、うん、はやっぱり、うん、まあ、それフェラーリに限らずなのかもしれないですけど、はい、いやでもね、特に458に関してはシャーシ周りが相当いいんですよ、やっぱり。であのフェラーリが458、488、F8、 3世代同じシャーシ周りを使ってるんですから、それだけ通用するってことですよ、まだまだ。すごいな。良すぎました。良すぎましたね、はい、というわけで今回はフェラーリ458スパイダーをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。